こんにちは、光の音楽クランツサウンズ光太郎です。本日はシュタイナー式音楽教育ということで、ノートの方でテキスト記事でもシェアしたことがある、ね、内容になってるんですけども、ちょっとポッドキャスト版を撮ってみようかな、ということでお届けしていきたいと思うんですけども、冒頭のちょっと雑談としてですね、昨日消化体の瞑想っていうのをやってみたんですね。まあ、消化体って言いますと、その人類が、持っていた、もともと能力をたくさん持っていたんですけども、それがまあ時代とともにですね、封印されてきた、歴史がありますが、消化体を活性化させるとですね、まあすごいいろんなことが、できると。まあ一言で語るのはちょっと難しいんですけども、実際消化体という部位がですね、脳にはありまして、まあそこは今機能していないんですけども、ここを機能させると、高次元のエネルギーとか存在とかとつながったりとかですね、宇宙の、例えばアカシックレコードとつながったりとかですね、すべて消化体をこう、通してつながるという箇所があるんですね。で、そこをね、昨日ちょっと、すごい活性化させてみようと意識して、バーッと意識してみたらですね、かなりすごいことが起こりまして、まあすごいことっていうと、また言葉で説明するのは難しいんですけども、これもですね、皆さんも消化体をぜひね、活性化させていただきたいと思いますので、自分なりのメソッドとして確立したらですね、皆さんにもちょっとシェアしたいなと思いますし、また消化体を活性化させるための音楽、周波数などっていうのも、クランツサウンズの方で制作してリリースしていきたいなと思っております。もしね、すでに消化体活性化させるメソッドあるよと、私はこのようにして活性化させてますとかいうのがありましたら、ぜひぜひね、コメント欄でシェアしていただければ私もですし、リスナーの皆さんにも、ためになるのかなと、消化体活性化、たくさんの人がですね活性化して、たくさんの人が、能力を開花させる、っていうのは、まあ人類にとってポジティブ、プラスにしかなりませんので、皆さんでね、ぜひ協力して人類を、まあより良い、住みやすい星にしていきましょう。本日はシュタイナーなんですけども、皆さんはお子さんなど、習い事をさせますよね。で、習い事ってどんな基準で選ばれてますでしょうか。さて、2023年、2024年度版、おすすめの習い事ランキングということで検索してみますと、1位が水泳になっています。水泳はですね、やっぱりこの水難事故の多い日本ですから、まあ、習わせておいて損はないということで、まあ、体にもいいそうですね。他のスポーツに比べると、事故、怪我のリスクが極めて低いスポーツであるっていうふうに私は理解しています。で、2位がダンスになっていて、3位がピアノ。で、4位ソロ版、5位英会話、6位が格闘技、7位が習字、で、8位がサッカーと、なってきております。11位にですね、ロボット教室とかプログラミングが入ってきてるんですね。まあ、これも結構時代ですよね。皆さんはこの中に習ってきたこととか、子供に今習わせてるよとかいうのが入っていましたでしょうか。さて3位にですね、なんとピアノが入っています。で、音楽系で言うと、もうピアノだけだったりするんですね。で、ところがですね、シュタイナーはピアノはあんまり幼少期にはやらせるべきじゃないよというふうに実は言ってるんですね。で、これは別にピアノがダメだよとかそういうことを言ってるんじゃなくて、私自身ピアニストですので、ピアノは楽しいよというふうに広げたいところなんですけども、シュタイナー式の音楽教育に関してはですね、幼少期にピアノは触れさせないように学校では、シュタイナーの学校というのがあるので、しているということなんですね。で、これどうしてかって思いませんか。ピアノって、左手も右手も両方使って、しかも独立させて動かさなければいけない、めちゃくちゃ頭を使う楽器です。まあもちろん他の楽器も全部頭を使うんですけども、ピアニストってなんかこう理屈っぽかったり、なんか論理的思考回路がなんか軸にめちゃくちゃこうがっつりある人が多いような気もします。私自身もそうですし、やっぱり考えちゃう、ロジックを、まずはもう目の前に何かあったらロジックを組んじゃうみたいな、ところがあります。で、楽譜を見るときもですね、やっぱり単旋律の楽器とは違って、まあね、和音も組んだりとか、左手右手独立するので、楽譜を 見るときもすごいマルチ視点でですね、音符を見たりとか、しております。そんなになんか賢い子になりそうなのになんでダメなのか、って言いますとですね、これは音律にやっぱり関わってくるんではないかと思います。
例えばですね、歌とかバイオリンとか、まあ、他の管楽器とかもそうなんですけども、音律っていうのは基本的に自由に決めていいはずなんですね。バイオリンも歌もですね、平均律である必要はないわけですよね。周波数はもちろん基準音として合わせる必要があるんですけども、音律は自由でいいはずです。ところがピアノっていうのはですね、音律そのものも全部決めてしまうところがあります。調律をして平均律で合わせていく、でないとですね、他のキーで演奏した時に、バラバラになっちゃうんですね。ところがですね、バイオリンとか歌とかは自分の自由なキー設定、調整を設定した後に自由な音律で歌うことができます。で、これ例えばピアノ伴奏と一緒に、じゃあ歌は、ピアノが平均律でやってて、歌が周波数は432で、じゃあ基準としてやろうとしてますが、歌は音律はじゃあ純正律で歌えますよとか、あるいはですね、オリジナルの音律を使って私はこういう音律を持ってますという形で歌ったとしても、もちろんずれる、こう不協和音みたいな、こうずれるポイントっていうのは多少あるかもしれないんですけども、そこはですね、やっぱりその音律が音楽的に自然なのであれば、自然に融合していくっていう現象が起こるんですね。これ不思議なことで、これは論理では測れないところがあるんですね。そこが音楽の面白いところであると、私自身思っています。で、このようにですね、幼少期のまだその前頭前野がですね、発達しきっていない状態で、こう音律、平均律でしか音楽をやらない、価値観を固定してしまうっていうのは、まあ結構シュタイナーが危惧しているところなのかなと思いますし、私自身もあんまりそれは確かにいいことじゃないなというふうに感じています。やはり前頭前野の発達の道筋としてはですね、より広い視野で多角的な視点で物事を考える癖をつけておく、多角的な可能性を探る癖をつけておく、これがなんか幼少期の教育にはすごくいいんじゃないかなと私自身思っているんですね。少しここでシュタイナーの言葉を引用したいんですけども、ところで人体とは何なのでしょうか。音楽の観点から見ると人体は楽器なのです。バイオリンやその他の一般の楽器も何らかの死因から組み立てられたものとして把握することができます。死因について語るとき、楽器を思い出させるものがいつもの感情の中にあります。そしてあらゆる死因の全体的調和が人体の姿を表すのです。芸術において人間は世界の中に結びつけられた霊を解放する。音楽芸術において人間は自分自身の中に結びつけられた霊を解放する。これ音楽の本質と人間の音体験という本に書かれています。で、やっぱり幼少期の、まあ、9歳までっていうのは長調と短調の区別がつかないよって言われていたりするんですけども、これはですね、やっぱりアトランティスとかレムリアの音の体験を霊的にその引きずってる、霊的に記憶を持ち続けているからって一つ言えるんですね。まあ、シュタイナーも似たようなことを言っています。で、このやっぱりこの世界ですね、三次元的なこの世界で音を表現するというところで、幼少期により自由な自分のその霊的な魂を震わせるような表現方法、表現手法で音楽を楽しむっていうことがやっぱり大事なんじゃないかなと。で、そこの切り替わりがですね、蝶々と短調の区別がつく9歳以降であれば、蝶々と短調を定義できる、あるいは音律を定義できるピアノを始めてもいいんじゃないかということなんですね。かなりなんか難しいことを言ってるようなんですけども、実はめちゃくちゃ簡単で、もう一つちょっと引用したいんですけども、人間の第三の部分、音楽が生きることを証明するのが打楽器です。しかし弦楽器がハーモニーに対して有するよりも多くの関係を管楽器はメロディーに対して持っています。打楽器は内的なリズムと関連を持っています。オーケストラは一つの個人、人間です、という引用があるんですけども、要するにめちゃくちゃこう魂が振る得るような自由な表現を子供たちにさせましょうよというだけの話なんですね。で、ピアノはじゃあ自由じゃないかっていうと、先ほど申し上げた通り、音律をもう外から調律師に決められてしまっている、もう装置に過ぎないという考え方が一つ見えます。で、音大とかですね、専門学校行く、芸大に進む、必ず副科ピアノの試験がありますが、全員がですね、音楽家全員ピアノを一定水準のスキルで弾ける必要があるんですけども、これは何でかって言いますと、やっぱり音楽を俯瞰してみるための、計算機のようなもの、
というふうに見方をすればいかがでしょうか。ピアノっていうのは計算機であると、音楽の計算機であるっていう見方をするとすごくしっくりするくるんじゃないでしょうか。僕自身も割ともう最近は、まあ、音楽家という側面が強くなってきていますので、ピアノのプレイヤーというよりもピアノというものを音楽を見るときの、俯瞰して見るときの計算機のような認識で今感じています。もちろんですね、ピアノがその表現媒体としてその低いものであるとかそういう話をしているんじゃなくて、まあ、素晴らしいピアニストたくさんいますし、僕も本当にピアノ大好きなのでね、もちろん素晴らしいピアニストたくさんいますし、僕もピアノ音楽大好きなんですけども、やっぱりね、例えばジャズピアニストだったらキース・ジャレットとか結構好きだったりするんですけども、まあ、歌うタイプですね、あの弾きながら歌う人いるんですね。メロディーにかぶせたり、まあ、声を出したりとかですね、複合的に声と表現を持っていくっていうタイプがいるんですけども、そういうタイプの人がやっぱり僕は好きだったりしますし、まあ、僕も、ピアニスト現役でライブハウスなのでやってる時なんかは割と声が出ちゃうタイプ、声と一緒に演奏するっていうタイプだったりします。じゃあやっぱりピアニストになっていくためには英才教育が必要なんじゃないかっていうと、確かにそれは一理ありますね。かなりちっちゃい時からピアノに触れさせておくことで、まあ、ピアノの潜在的スキルを上げていくっていうのは、まあ、常識的に考えられていることなんですけども、もしかしたらですね、私は個人的に思うのが、そういった常識もこれからなくなっていくんではないかと。やっぱり技術テクニックを追求するピアノニストっていうのはもう時代がもうそういう時代じゃなくなってくるのかなと。20世紀で1900年代ですね。で、その技術の競争がやっぱり盛んに行われてですね、ソビエトではまあ技術をとにかく高めるっていう、ところがあったんですけども、そういう時代ももう一巡したのかなと。これからより表現力、どれだけの霊的な表現力を持って音楽を奏でられるかという時代に入ってくるかと思いますので、これはもちろんですね、幼少期にピアノをやらせてはいけないとか、そういう話ではありませんので、そこら辺の誤解は、なきようにご注意いただければと思います。本日はシュタイナー式音楽教育をテーマにポッドキャストをお届けしました。できればですね、チャンネル登録、いいねボタンで応援していただきますとやる気マックスになります。はい、でクランサウンズでは、これからもですね、一緒にこの愛と調和の周波数、愛と調和の音楽を世界に広めていってくれる、ボランティアスタッフの方を募集しております。クランサウンズのコミュニティでですね、一緒に世界に愛と調和の周波数を広げていきませんか。というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。